ロバート・ h ラスティグは、アメリカ合衆国の神経内分泌学者、カリフォルニア大学サンフランシスコ校内分泌学部、小児科教授。同大学による、青少年の健康と体重管理プログラムの監修者。非営利団体、責任ある栄養研究所の共同設立者兼理事。専門は、内分泌学と小児肥満。佐藤及び加藤は、 人の健康を脅かすという主張で知られている。2009年3月26日に行った公演、シュガー、ザビダートゥルースで注目される。この公演で、ラスティグは、砂糖は毒物であると断じた上で、砂糖の含有量が多い商品には課税すべきであると主張している。この動画は、カリフォルニア大学が制作、公開している。ニューヨーク州ブルックリンに生まれ育つ。 マンハッタンにあるスタイベさんと高校に通う。1976年、マサチューセッツ工科大学を卒業。1980年、コーネル大学医学部にて、医学博士の学位を取得する。1983年、セントルイス小児病院にて、小児科医の研修を終了し、ロックフェラー大学にて、神経内分泌学の博士研究員を呼び、 研究助手として6年間働く。カリフォルニア大学サンフランシスコ校に戻る前は、メンフィスにあるテネシー大学で教員として働き、セントジュード賞に研究病院でも働いていた。2013年、カリフォルニア大学ヘイスティングスロースクールにて、法学の修士号を取得した。ラスティグは、佐読付きの論文を105本、記評を65本執筆している。 小児分泌学会による肥満緊急対策委員会の委員の一人であり、肥満との戦争に向けて結成された国際内分泌学同盟の運営委員会にも所属している。ラスティグは砂糖、果糖、蜂蜜、果物、一部の野菜、これらの過剰摂取とメタボリック症候群との関連について調べている。メタボリック症候群は肥満、高血圧症、 非アルコール性脂肪肝も、新血管疾患、二型糖尿病の発症と密接に関わっている。加糖の体内での代謝と体重増加についてのラスティングの主張には、臨床研究における既存の文献研究家や、糖代謝、代謝性疾患の専門家が意義を唱えている。ラスティグは、野菜や果物に含まれる糖分は、それに付随している。 食物繊維を一緒に摂取することで危険度は薄れるが手軽に食べられる甘い食べ物やジュースに大量に含まれる砂糖、加糖、高加糖、高温シロップを摂取することで肝臓は深刻なダメージを受けると主張している。ラスティグは砂糖は単に栄養価がないだけの物体ではないと主張し1カロリーは1カロリーであるというカロリー理論を否定している。ラスティグは 2009年にアメリカ心臓協会が発行した砂糖の摂取に関する指針の共同執筆者の一人であり、砂糖の摂取量について男性は1日150キロカロリー以内、女性は1日100キロカロリー以内にすべきだと推奨している。同年、カリフォルニア大学テレビジョンがラスティグによる講演を収録した動画、シュガー・ザビダートゥルースを制作、公開した。 2017年2月の時点で、この動画の再生回数は700万回を記録した。フィナンシャルタイムズはこれについて、砂糖がタバコに変わった瞬間と呼んだ。2015年3月、世界保健機関は、当分の1日の摂取量について、摂取エネルギーの10%以下、できれば5%以下に抑えるべきとの勧告を発表した。ありがとうございます。